はい、ノープランで独立して、で、まあ、自分の会社を立ち上げるんですけど、グルーポンの情報をキャッチして、で、まあ、リリースするタイミングで一緒にやりましょうみたいな話になって、まあ、僕を諦めてジョインしたっていう感じです。サービスリリースした瞬間にめちゃくちゃ売れまして、で、半年ぐらいで本当アルバイトで30人ぐらいの会社になって、オフィスも恵比寿なんですけど、恵比寿に移転して、いろんな会社がもうグルーポン系やるみたいな、競合多分200、300社ぐらいできた感じだったんですね、当時。まあ、特にグルーポンと、リクルートのコンパレっていうところは、今日 CM バンバン打ち始めたいんで、ちょっとこの戦いだったら本当にもう勝ち目全くないなっていうところで、もう本当この領域やめよう、撤退しようということで、まあ、結構お金が残ってたタイミングでもそれ意識ってして、で、本当ゼロから事業をもう一回考えようということで、まあ、結果的にも撤回で行き着くんですけど、まあ、あんまないじゃないですか。全く撤退してゼロからやろうみたいな。ピボットってなると思うんですけど、まあ、プログラミングの教育事業ってとこに最終的に行き着くって感じですね。はい。オフラインの講座みたいなのを結構やってたんですよ。サイトも作って。で、まあ、コンテンツも増やしていって。で、毎日、そうですね。まあ、10人か20人ぐらい、ほぼ毎日集まってて、いろんな開催をしてました。まあ、なかなかやっぱそれだけじゃスケールしないので、まあ、その、どうやればそのインターネットサービスになるかっていうのを試行錯誤していて、まあ、テックアカデミーの、まあ、オンラインブートキャンプをこれ読んでるんですけど、まあ、今日短期間で金額も今単価20万ぐらいなんですね。で、まあ、短期間につきますよっていうようなパッケージに行き着いて、まあ、それがになってから結構すごいスケールし始めたっていう。スケールし始めたタイミングでちょうどユナイテッドからお声掛けをいただいて、まあ、バイアウトに至るっていう感じなんですけど、もう一回調達して、人も採用して、やるかっていう話が、どっちかって話だったんですけど、クーポンの時の経験もあったんで、やっぱこれまあ、今後伸びてくるだろうっていうところで、まあ、競合も2社ぐらい同じような規模でやってるところがあって、で、まあ、やっぱスピード重視かなってところで、一緒になったっていう。で、結果的にそこからさ、まあ、丸3年経つんですけど、すごい事業自体が伸びてるんで、まあ、結果的にはすごい良かったかなと思ってます。事業なりサービスなりを最終的にどうしていきたいかによると思うんですよね。だからそのゴールから逆算して、その選択肢が IPO がいいのか、バイアウトで一緒にしていくのがいいのかっていうことだと思うんですけど、まあ、IPO ありき、MA ありきっていうよりかは、その事業なりサービスっていうところのゴールから逆算していくっていうところが、まあ、正解なんじゃないかなと思います。今までこうインターネット閉じた、サービスが基本多かったと思うんですけど、これからやっぱりその既存の産業なり、ビジネスといかにそのインターネットとテクノロジー使ってこうアップデートしていくかってところになってくると思うんですね。で、僕らもその基本は教育の会社として、今後やっていきたいって話なので、まあ、それに対してテクノロジーを使ってアップデートしていくと。もう選択肢自体は増えてきているので、チャレンジすること自体にあまりリスクがないかなと思うんですね。なんかあまりそのトラックレコード、云々っていうよりかは、まあ本当に自分がそのやりたいことなのか、まあその求められているものと自分ができるものとの掛け合わせだと思うんで、本当にその世の中の、価値を提供できるようなものを追求していきたいなって言ってほしいなとは思いますね。